こんにちは、皆です。今日はパソコンの起動時間に関してご説明したいと思います。もう説明っていうよりは実際見た方が早いので、まずはもうやってみましょうか。電源を入れて立ち上がる前にじゃあどのぐらいかかるのか。ひどいパソコンだともう本当に電源入れてから3分とか5分とかかかるようなパソコンも実は今普通にあります。本当のパソコンの起動速度に関して一度は見た方がいいと思いますので、ぜひご覧ください。ではですね、電源をしてみますね。 で、まだ18秒ぐらいでこの画面出ました。で、ちょっとパスワード入れます。間違った。立ち上がりましたね。じゃあ、クロームも開いてみましょう。もうすでにソフトはこのように開ける状態です。で、私のクロームはですね、タブがもうずらーって20個ぐらい並ぶので、立ち上がりでどうしてもそこだけ時間かかりますけど、そうじゃなくて普通にエッジとかを立ち上げるんだったら、 も立ち上がりましたね。で、このように、パスワードを今回入れましたし、パスワード間違えましたけど、電源を入れて1分以内にはメールなどもチェックすることはできます。このパソコンの性能を少しご説明しますね。なぜこんな起動が早いかというと、もう一つです。SSD と呼ばれているタイプのハードディスクだからですね。今ちょっとあの、ファンがぶん回っているのは少しうるさいかもしれないんですけど、SSD タイプを買えば、このぐらいの起動速度は当たり前に出ます。 逆に SSD 以外のもの、ハードディスクタイプを使っているんだったらこんな早い起動はないでしょう。で実際、例えば普段から3分立ち上がりにもしかかっていた場合、それからきっとですね、Google Chrome とか、まあ、Edge とかそういったものを開くのにまたさらに時間がかかると思います。実際仕事始めるまでに5分とか軽くかかるとか、この間のそうですね、ちょっと預かったパソコンだと、ワードがなかなか開かなかったりするんですよね。 ワード立ち上げようとしても何回かに1回しか開かないとかいったこともあります。それもいやパソコンの性能が悪いわけなんですけど、あえて買い替える必要もないです。今ぐらいの速度が欲しいんだったら、パソコンのハードディスクを SSD に変える。まあ、できればメモリの方もちょっと増設してほしいんですけど、それだけで OK ですね。SSD に変えるために必要な費用は一番安いのだともう本当に8000ぐらいで終わります。簡単に8000払えば、今のような立ち上がりの速度ができると。 まだ実際動画撮り始めて、本当2分とか3分ぐらいしか経っていないんですけど、もうすでに当然な仕事もこの時にはできてますし、パソコンを SSD にするだけで、このぐらいの速度は普通に手に入ります。で今回私がですね、この今、えっと、実演しているのは、マウスコンピューターというメーカーの G-Tune という風なシリーズですね。 で、これゲーム用のノートパソコンなんですけど、まあ別に私ゲームするためにこれ買ったわけじゃなくて、ゲームをするためっていうことは映像処理の技術がとても高いんですね。その映像処理の性能の高いチップっていうのが入ってるんですけど、それがちょっと欲しくて買いました。なぜなら動画編集をするためですね。であと SSD に関しては 512GB のインテルのを入れています。で、CPU に関しては i7 の、インテルの i7 ですね。9750H っていうのが入ってます。2.6GHz のものですね。 メモリはですね、3 2ギガのになっています。性能としてはとても非常に高いですね。これで金額はですね、17万ぐらいですねで。今まではバイオとかを使っていたんですけど、まあバイオで同じ性能をしようとするとなかなかまず買えないです。メモリ3 2ギガっていうのがないですし、そもそもその映像チップがないです。そういった高いレベルのものはですね。 でなおかつ今、コロナの影響で買えない機種が多いんですね。他のメーカーだと、バイオとかもそうだったりしたけど、カスタマイズできないと。ハードディスク、SSD にするとか、そのメモリを最大にしようとしても品切れですというふうに出たりとかします。で例えば、じゃあこれ、今からですね、えっと、閉じてみたいと思います。シャットダウン。シャットダウンします。 終わり。シャットダウンも早いですよね。このように、うちスリープとかは全然する必要もなくて、パソコンの起動もシャットダウンも早いというのが特徴です。次もしパソコン買うときは必ず SSD を買ってください。日本はまだハードディスクタイプのノートパソコンが普通に売られていますけど、もし一回でも SSD を買ったら二度とハードディスクなんか買わないと思います。時間が無駄。本当に無駄です。次買うときは必ず SSD タイプを買ってください。で、メモリも最大にする。別に今買い直す必要はありませんから、今のパソコンをですね、ハードディスク取り出したらこういうのが、 出てきますねこれを SSD に変えるだけでも早くなりますから、ぜひですね、SSD の交換というのもしてほしいと思います。交換の動画に関しては、またちょっと別にあげますけど、まあそれもですね、まあ私の動画見なくても、ネット上で探していただいてもいいかなと思います。このチャンネルでは新卒採用、中途採用、あとは会社の経営ですね、こういったパソコンの効率化っていうのも一つ、経営にとってはとても大事なことなんですけど、こういった話もしていきますので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。